今起こっていることを分かりやすく伝えてくれるのが経済評論家だか僕らはプレイヤーだから、別にその説明はできないけど、番組で語ってる経済評論家の意見は、投資のの参考になるの歴史の説明をする、その昔はデイトレードで、本当にその板場だけを見てってと、資産を持ってない株の評論家についてどう思いました 経済評論家とかで株価とかいろいろ言うくせに、お前、株で儲けてねえじゃんって人、結構多いと思うんですけどまあそれはもう多分ほぼ全員そうだと思ってますけど、まああの経済評論家の人っていうのは、仕事は経済、今の経済を今起こっていることを分かりやすく伝えてくれるのが経済評論家の方の仕事だと思うんですね。うんうん、なのでそののでそ人たちはその今 えなんでこんな動きしてるの、なんでこんなことが起こったのか、なんでこんな円,円高なのとか、円安なのっていうことを説明してくれる人たちなわけですよ。だから、うん、その人たちに未来を読ませるのがそもそも間違ってて、ああ<ー>、うん、そっか、歴史の説明をする、歴史の文書とかのそういう文系の人なんですねそうです、そうです、だから株を、株価を、将来の日経平均とか、そういうことを聞く,聞くから悪いんであって、そんな分かる。うん その人たちはそういう仕事じゃないから。はいはいはい。野球の解説者みたいなもんで、今日、今、今のボールはこう、こう、こうですって言ってるだけなんで。はいはいはい。確かに。解説者いないと野球見てても、やっぱりいる方が分かりやすくていいじゃないですか。ありがたいじゃないですか。だからそれはそれで尊い存在だと思うんですけど、だからといって、その人たちはプレイヤーじゃないから、 その実際、野球はややできないと思うんですよね、通用しないじゃないですか、別に僕らはプレイヤーだから、別にその説明はできないけど、でも試合は出て、勝つっていう感じです例えばそのダルビッシュさんがここでフォークを投げたのはなぜですかは、こういう局面だから、こうでフォークを投げたんだと思いますと言えるけど。<music> じゃあ、ダルビッシュさんが次何に投げるかとか、何番の選手がホームランを打つかなんて聞いてもしょうがないですもんね、解説さそうなんですよね、それも当たんないじゃないですか、結局、プレイヤーには,そ,れはにそういう点では勝てないから、まあ、役割が違うと思ってて、うんうん、ので、経済番組見たら株勝てると思ってるのも、思ってるのがそもそも間違いだから、あれは経済を勉強してるわけだけであって、うん、株で勝つには別に。 関係ないんで、僕はだから別にそういう番組は見ないですから。ああ、その昔はデイトレードで本当にその板場だけを見てってなんだと思うんですけど、その中長期になっていくと、やっぱり日本経済とかアメリカ経済とかも見ざるを得ないじゃないですか。いや、そのじゃあ、利益が上がってんのっあ、見ないんだ。見ないっす。全然わかんないっす。もう見る必要ないし、その経済、来年の経済なんか、世界中誰も当てれないんで、どうせだってコロナ来る前の年にコロナ当てれないじゃないですか。 <laughs> ま,あまあまあそうですけど、なので、えっと、予想でしかないんですよ、<う>結局、大統領が、アメリカン大統領がこうなったらこうなるかもみたいな、うん、その遠い予想をするしかないけど、うんうん、でもそういう予想ができることっていうのは、もうそれまでに折り込む株価に折り込むし、うん、予想があのできないときに株価はたくさん動くから、逆に僕は予想ができないことが起こったときに、 素早くそっちのことを考えて動くのが大事みたいなきき感じで,すあでもなんかそう、長期的に円安トレンドだよね、じゃあ、なんか輸出系とか外貨稼げる方がいいよねみたいな、円安ここまでいくかなとか、これはもう円高なるだろうぐらいは想定しないんですか一回もしたこないです。え、そうなんだ。なんか僕、そのドル円がいくらかも、その今、最近めっちゃニュースでやってるじゃないですか。 うん、だから目にするけど、普段はそはドル円がいくらかも知らないですし、うんうん、あんまりそうですね、興味がないですかね、そ,のそんなとこ見てもしょうがないと思ってるんで、だ経,経済番組でやってることは、その経済を詳しくなるには役立つけど、うん、株価は読めないと思いますけどね。 そじゃあ経済番組じゃなくて、何をその勉強したら株は強くなるんですか、デイトレードはちょっと難しいと思うんですけど、そ,の中長期だとそうですね、なので、あの僕はあの、例えば今回、介入がありましたと。 <laughs> そのでもけ、経済番組とかはその介入とはとか、まあ、介入が入ったとか、そういう情報をやるじゃないですか。でも、勝つための情報としては、例えばか介入も、なんか何日内に何回までしかやったらいけないみたいな決まりがあるらしいんです、ね、<laughs> だからそっちをちゃんと、そっちを分かれば、そういうところを分かれば、2回介入があったから3回目までしかできないから、何時までに。 い入は来なかったらもうい入は来ないとかっていうふうに分かってそれをではトレードに行かせるわけですよああじゃあもしくはもう最後のい入終わったって言ったらもうい入来ないから動けるぞみたいなそうですそうですそう,ですだからそういうふうにその経済番組とかで経済のことじゃなくてその仕組みとかもっと中身のことを勉,勉強するとかその、うん、会社のことにしてももっともっと深くまでそのことを やれば見えてくるものがあって、そこは優位性が初めて生まれるもんで、経済番組でやってること自体は、みんなが知,ってるこ知ることになるから、そこに優位性はあんまり生まれないんですよ、えー、すげえ、勉強になった、半年に3回で1、1, 1, えー、と1回っていうのは3日以内とかあるんですね、まあ、この数字が合ってるかどうか知らないんで、<う>あの皆さん確認してください調べ。調べるというか、そこまで深くやれば優位性が生まれたりするから。 そっか、情報のどの部分を何に使うかっていうところまで、すねそうですね、そういうのを考えて、短期だとそういうのを考えたりするし、そういうのを見たときに、そこで、あそうなんだで終わらすんじゃなくて、じゃあ、じゃあこういう動きするんじゃないかとか、じゃあ、ここでこうなったときにはあの、この瞬間だけ介入狙いでやっていいんじゃないかとか、でもこの時間を過ぎたら逆に介入狙いは絶対やっちゃだめだとかっていう風な。 このポイント、ポイントが,発をのが、のトトが発想を生まれさせれる人の方が強いと思います。お